イオングループ。イオングループは、千葉県千葉市美浜区の幕張新都心に本社を置く、イオン株式会社、A 賞、イオン CO、LTE、DQ、ジャスコ株式会社を、純粋持ち株会社に、イオンリテール株式会社を中核に、日本国内外300社以上の企業で構成される、大手流通企業グループの総称。各社の展開する店舗ブランドの詳細については、 イオングループの商業ブランドを産環境活動を中心に、永続性への投資を行う、企業姿勢を表すグループスローガンは、木を植えています私たちは、イオンです。加えて、2004年9月からは、シンギンガイオン、シンギングイオンも使用されているが、こちらは、基本的に、イオン北海道、イオンリテールイオン九州、イオン琉球、旧、琉球ジャスコのシッピングセンターと、 一部のマックスバルー運営法人などが使うブランドメッセージとなっている。1989年にグループ名称をジャスコグループからイオングループへ変更。その後2001年8月21日の社名変更を機にイオン株式会社は同社グループの故障についても単にイオンと制定している。ただし本項目では 説明に際しての曖昧性を回避する目的から、グループに関しては、イオングループ、社名に関しては、イオン株式会社と表記する。2008年8月20日までは、統括会社であり、事業持ち株会社のイオン株式会社が、マイカル、マックスバリュー地域会社、イオンクレジットサービス等の議決権過半数を所有する主要司会者、 高級等持分法適用会社と共にグループを形成し、イオン株式会社を中心に求心力のあるグループ体制を目指していたが、イオン株式会社の歴史が、旧ジャスコと他社との緩やかな連携、国政経営と称していたで発展してきたことから、持分法適用関連会社群のみならず連結し、会社群の中にもグループ入り前の独自路を残す企業が多く存在しており、これによって、 事業分野の重複が発生していた。しかし、2008年8月21日、イオン株式会社を会社分割により、イオングループ本社機能、持ち株会社と、事業会社の4リテール株式会社などに分割したことにより、イオングループとしての結束力を高められることが予想される。グループ早々期の旧ダイヤモンドシティ、現、イオンモールの設立以来、 ショッピングセンター開発を中心に、三菱商事との関係が深く、近年の積極的な店舗展開を支えるために、提携を強化してり、持ち株会社のイオンの筆頭株主となったり、店舗開発では、投資法人等の J リーと不動産投資信託の活用も目立ってきている。グループのプライベートブランドとしてトップバリューを展開しており、 連結子会社のみならず、持ち分法適用関連会社群をはじめとした、業務、資本提携先、企業群でも、同ブランドの賞が販売させており、従来の各社のプライベートブランドの一部を置き換えさせている場合もある。これには、丸紅と共同で、イオンが事業再建に協力している代縁も含まれる。なお、ロゴ並びに、故障の類似するイオンやイオン化粧品とは、 無関係。また、創業時の野号は、岡田屋だが、現存する横浜岡田屋とも、無関係である。イオン株式会社による、トップマネジメントを強化してきた中で、近年大きな問題となっているのが、事業分野の重複である。特に大きな問題となっているのが、大型ショッピングセンターの分野ある。イオンリテール及び地域市会社、工実は、それ、 自体も大型ショッピングセンター事業を行っている。だが、グループ内には他にも大型ショッピングセンターの開発、運営を専門に行う企業とて、イオンモールがある。過去には、三菱商事との合弁による、同業体のダイヤモンドシティも存在した、同社はイオンモールに吸収。これらの企業が展開するショッピングセンターは、以前は大半がイオン。 ショッピングセンターという名称だった。しかし内部構成はセンター自体の運営がイオンモールでスーパー部分の運営がイオン株式会社が行う体制であったりセンターとスーパー両方の運営をイオン株式会社が行う体制であったりと統一されていなかった。そこでセンターの運営形態を明確にするため2007年9月22日イオンモールがダイヤモンドシティを 九州合併したことを機に、イオンモールが運営するショッピングセンターの名称を原則とて、イオンモールに統一した一部例外あり。その後、イオンモール以外が運営するショッピングセンターでも、モール型の店舗に関しては2011年11月21日に、イオンモールと改めされた。総合スーパー部門、ジャスコブランドにおいては、地域ごとの再編成をほぼ終えた。 北海道、長野県の一部店舗、九州、沖縄県、旧、琉球ジャスコは、地域市会社、他はイオンリテールが、今後は、こうした重複する事業分野をどう整理していくのかが、重い課題となっている。イオンが、持ち株会社となった2008年8月21日から、事業部門が12分野、持ち株会社を、国整理され、 事業部門名称の変更や一部事業部門の移籍、一部グループ企業を行っている。2010年10月、イオンリテールを存続会社として2010年12月にイオンマルシ2011年3月にマカルを合併して、売上規模が2兆円以上という総合小売企業を発足させ、店舗ブランドをイオンに統一すると発表。イオン北海道、イオン九州、琉球ジャスコ、 当時も同じく各社が展開してたジャスコ、サティ、ポスフール、北海道のみを一斉にイオンへ統一することを発表し2011年3月に一部店舗を除くすべての店舗ブランドをイオンに統一し総合スーパーのブランド再編も完了した2008年4月3カ年の中期経営計画の最終年度となる2010年度までに3カの総合スーパー GMS 約100店舗を閉鎖する方針を明らかにした。これまで国内におけるイオンの GMS は拡大基調で積極的な出店と合併で600店舗あったが、今後は不採算店舗から売却や食品スーパーなどへの業態転換、閉鎖を検討する。今後は人口減少で市場が縮小する国内店舗は減少させるが、 成長が見込める中国やアジアへの出店を進める方針である。各社の展開する店舗ブランドの詳細については、イオングループの商業ブランドを参考のこと。この項目は、ホームセンター、スーパーセンター、e コマースや通信販売を担う事業、GMS への出店を主とする専門店、百貨店を運営する企業が含まれる。店舗ブランドなどの詳細は、 各社の項を参照。この項目は小型店、ディスカウントストアを運営する企業が含まれる。店舗ブランドなどの詳細は各社の項やイオングループの商業ブランドを参照。この項目はドラッグストアも含まれる。ドラッグストアについてはハピコムを参照。タスマニア一時期下記二社と業務、資本提携を行いメガマートを共同運営していた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。